ゆうゆうの日本語ポッドキャストはいみなさんこんにちはゆうの日本語ポッドキャストのお時間ですみなさん元気にしていますでしょうか、えー、今日は2023年1月13日、えー、昼の1時にこのポッドキャストを撮っていますはいちょうど昨日ですね、えー、YouTube のコメントをチェックしながらあのコメントを返していたんですけどもあのその時にですねすごく嬉しいコメントを見つけましてゆうゆうさん 1>, 1週間3回ポッドキャストアップロードしてくれてありがとうございますすごく嬉しいですっていうコメントがありました嬉しいじゃないですかいや正直ね僕この1週間に何回もポッドキャストアップロードするの不安だったんですよなんかさこのゆうゆうの日本語ポッドキャストってまあ1週間に1回ぐらいだから聞くけどなんか毎日投稿されたらちょっとめんどくさいとか思うのかなとかねあのちょっと不安だったんですけどもいやいやと このねコメントをくれた方のようにあのポッドキャストがアップロードされるたびにあの僕のポッドキャストを聞いてくれている人が世界のどこかにいるんだと思うとやっぱりがぜんやる気が出てですね中にはこう運転をしながら聞いていますとか掃除をしながら聞いていますとか勉強をしながら仕事をしながら聞いていますっていう人がねあのコメントを書いてくれているので皆さんのねところにこのポッドキャストを届けるのは すごく嬉しいことだなと思いまして4回目いきたいと思いますはいあのちょっとねえっ、ー、と簡単な自慢をまたさせてくださいあのゆゆの日本語ポッドキャストの YouTube チャンネルですねこちらのチャンネル日本語で書いてくださったコメントには100%返信をしていますなかなかねこういうチャンネルないと思います あのこれ、まあ、僕のねまあこのお仕事の目標でもあるんですけどやっぱりこう皆さんとできるだけコミュニケーションが取りたいと。ねあのー、なので本当に日本語で書いてくれたコメントにはもう100%例外なくあのー、返信を書いています。はいちょっとね英語のコメントには返信できないんですよ僕、英語わかんないんで。 <laughs> いやいや勉強しろよって感じですけどね。はい、ということでねあのそういうことを知らなかったっていう人はぜひぜひこのポッドキャストを聞き終わったら YouTube チャンネルを開けて好きなポッドキャストに日本語でコメントを書いてく,く,ください。うん、あの昔のねあのポッドキャストでもあの僕の方でチェックできるからあの心配しないで書いてくれたらいいかなと思いますそうするとねきっと日本語のアウトプットの練習にもなると思うんですよ はいということでよろしくお願いします。はいということでね早速ポッドキャストを始めていきたいなぁと思うんですが、えー、前回はですね「えー、と運を良くするためにはラッキーな人になるためには」っていうポッドキャストを取っていきました。結構真面目なトーククででですね、はい、今日はですねねははい今日オタク全開で あの,ですね、あの僕 <laughs> あのオタクなんですよ <laughs> そうなんですすあの僕すごいアニメオタクですねオタクで,でしてねもうほんと中学校の頃からだから何年前だ約20年ぐらい前からずっとこうアニメを見続けてきていますはい、まあ、それぐらいアニメが好きなんですけども今日はその中でもねあの僕の最近ハマっていたアニメについてお話ししたいと思います。 なんだよアニメの話かつまんねえなって思った方はまあ聞かなくてもいいしいやでも聞いてほしいなあのねあいい本当に聞いてほしいなうんでもまあちょっとアニメちょっと嫌いだっていう人はぜひ次のポッドキャストでお会いしましょうねえー、と今日はですねえー、と秋アニメ2022年秋し秋のアニメの中で僕が一番好きだった ボッチザロックというアニメを紹介したいと思います見たことある人も見たことない人も聞いてくれると嬉しいですはいということでよろしくお願いしますゆうゆうの日本語ポッドキャストはいということでですねこのボッチザロックっていうのはボッチ一人ボッチ ロックはあの音楽のね「じゃじゃーん」っていうあのロックですね、あのー。一人ぼっちの人がロックをやるっていう、まあ、タイトルですわな。これどういうストーリーかっていうと主人公は女の子です。高校生の女の子。でこの女の子は人と話すことがすごく苦手コミュニケーション能力がない女の子なんですがギターがめちゃくちゃ上手なんですよ。はい なんでかっていうとまあギターを弾けるようになれば人気者になれる友達が増えるんじゃないかと思って頑張ってギターの練習をしてですねで、えー、と高校に入ってそのバンドを組んでまあその音楽をねこうやりながら成長していくっていうようなストーリーです。あのね 日常系っていって特に大きなドラマもないあのアニメなんですけども僕はそういうアニメがすごく好きでしてねあのでしてね,あのでしてねうん何て言うのかなすごくリラックスできるんですよやっぱさアニメを見る時ぐらいさその肩の力を抜いてさふ <laughs> って見たいんですよねでその中にもすごくこう人生ポジティブになるようなメッセージだったりとか なんかすごく大切なこともあるしとにかく笑えるしなんかいい気持ちになる <laughs>、ね、学生の方がよく使ういい気持ちになるすごくハッピーになるねアニメだと思います。はい、で、えー、とまずはじめにこのアニメ、ねえー、と僕がね、まあ、こ過去5年だねここ最近5年で見てきたアニメで多分一番好きなアニメです。だいいたさワンクール えと春アニメ夏アニメ秋アニメって冬アニメってだいたい4回クールがあるんだけど、まあ、そのワンクールでだいたい5つぐらいアニメを見るんですよでそうすると単純計算、えー、1年間に、えー、5×42020 のアニメで5年間だから100見てきた100個のアニメの中で一番良かったですね、うん、まず初めのこの何が良かったかポイント一つ目はキャラクターがいい はいあのーまあ、本当にね魅力的なキャラクターがいっぱいいるんだけどもうそのキャラクターの説明だけで1時間ぐらい話せちゃうので今回はあの主人公、ね、の女の子とその、えー、主人公の女の子が所属しているバンドのメンバー4人を紹介したいと思います。はいまず主人公の女の子、この子、えー、とひとりちゃんって言います。はい でえー、とアニメの中ではね「ぼっちちゃん」っていうあだ名がねニックネームがあるんですけどもさっきも言った通りコミショーキャラですあの人と話すのが苦手なキャラうんあのー、やっぱりねアニメ好きな人ってえー、と人と話すのが苦手って感じちゃってる人が多い、まあ、僕もその一人だったんですけどもえー、とすごく気持ちがわかりますよねうんで あのー、コミショウ系のアニメって結構あるんですよ正直ねうんでその中でもすごくねキャラクターが濃いんですよ分かる分かるっていうポイントとめっちゃオリジナリティがあるっていうこの2つを両立している2つがあるキャラクターってなかなか珍しいどういうことかっていうとあのー 本当に話せないんですようんなんかそのバンドのメンバーですらちょっとこううまく話せないで話せない人って何にも考えていないんじゃなくて逆にいろんなことを考えすぎてるから言葉に出ないんですよねうん例えばあのー、ね、ゆうすけくんおはようはぁ あ綺麗な女の子、えー、え子ちゃん、あー、嬉しい、でも、ああな,なんて返したらいいんだろう、おはようとか、なんか、あえなんか髪型変えてる、あでも髪型変えてるねとか、髪型綺麗だねとか言ったら勘違いされて、なんかわ、こいつ気持ち悪いって思われたらどうしよう、あじゃあ、でも、ああああみたいな感じで、あこう考えすぎちゃって話せないと。 わ <laughs> かるかなわかるかなうんそういうのがねうまく表現されていて、まあ、そういう性格っていうのを、まあ、アニメの中でよくこう見えるようにしてあるわけなんですねでそれだけじゃなくてそのパニックになななった結果変なことをしちゃうんですよなんか急に大きい声を出してしまったりとかあのー、なんだろうな えー、まあアニメのねそのシーンの中で、えーっとまあ、あるライブハウスでお仕事をすることになるんですけどそのライブハウスの店長さんが結構こうなんていうのかな女の方なんだけどかっこいい系のちょっとクールお姉さんみたいなあのー、店長さんなんですけど、あのー、ひとりちゃんはめちゃめちゃ怖いわけですよ。わこの人めっちゃ怒ってるって怒ってないのにね怒ってるどうしようみたいなね。でその 店長さんの前で犬がさ遊ぶ時にお腹を見せるじゃないですか、うん、そういうポーズをしちゃうんですよ「え何やってんの?」って言ったら「あの犬,犬が服従するもあなたはオーナーです私は何も悪いことしません逆らいません」っていうポーズですみたいなのをしちゃうんですねやっぱりその友達がほとんどいなくて話したことがないから何をしたらいいか分かんなくて 普通の人でではやらななないいようなとんでもないことをしてしてまうこれはねすごくキャラクターとしてかわいいし面白いしあのー、いないんだけどいそうだなって思っちゃうこれがねいいキャラクターの条件ですよね。はい、でさっきも言ったんですけどそのー本当に友達がいないんですよ。で、 あのよくねコミショー系のアニメでねあの「コミさんはコミショーっていうあの今ネットフリックスでも見られますけど、あのー、コミさんっていうねすごい綺麗な女の方が、あのー、コミュニケーション苦手なんだけどでもすごい友達が増えてくわけなんですよで「んだよ結局幸せになんのかよ」みたいな感じで見てしまったんですけどこのひとりちゃんに関してはもうずっと友達いないんですよ、うん、そうねえんかそれもすごくリアリティがあってでも やっぱなんだろうなこういうさコミュニケーションが苦手なキャラクターに友達ができてしまったらそれはゴールになってしまうわけじゃないですか,だかそのゴールがまだないっていうのがまあこれも一つこうひとりちゃんの魅力かなっていうふうにねだから僕たちは応援したくなるわけですよねひとりちゃんを見て頑張れってうんでなんだけどギャップがあるとめちゃめちゃギターがうまいんですよ はい、これねまあ後、まあとでお話をしようと詳しくお話をしようと思うんですけどその、まあ、友達を作るためにあのバンドをやってね有名になればその友達が増えると思ってすげえギターの練習をしてですねあのギターをやるんですけどそれがすごくうまいだからこの何て言うのかな人とコミュニケーションができない友達がいないんだけどギターが上手っていう。 このうまくギター使えてないじゃんっていうのがこのひとりちゃんの伸びしろこれからその話が面白くなったりそのひとりちゃんがいい人生を送れるようになるためのスペースになってるわけですよねうんそれを見せられるっていうのがねすごくいいのかなと思います、はい、そして2人目2人目は、えー、とにじかちゃんっていう女の子ですこれは、えーとまあ、ひとりちゃんが、えー、とこれからその ね、ライブハウスでそのあるバンドを組んでその、ね、演奏していくわけなんですけどその、えー、ライブハウスの、えー、オーナーさんの娘さんですごくいい子なんだでお姉さんキャラなんですよねこうやっぱそのメインのバンドのメンバーが4人いてでやっぱ中にはこれあのこの間コメディのお話をした時にあのボケとツッコミってね 変なことをしてで、その変なことをしたことに対して誰かがおい。それは違うだろって言わなきゃいけないと。それが日本のそのコメディのスタイルなんだけど、このツッコミキャラですね。うんなんだけど、すごく柔らかいと。基本的にね。こういう日常系アニメの。その何だっ真面目キャラっていうのは結構元気だったりとか、あの強い系の性格の人が。 多いんですけどにじかちゃんすごい柔らかいい性格のねすごい優しそうな人なんですよねでちなみにこのにじかちゃんのおかげでこのひとりちゃんは、えー、とライブハウスでギターを弾けるようになっていきますはな、いまあ、にじかちゃんのね魅力も話し出すともうすごくポッドキャストが長くなってしまうので次のキャラクターに行きたいと思うんですけど、えー、次はですねりょうさんりょうちゃん りょうちゃん、りょうさんだとあの、こっち亀になっちゃうね。はい、ごめんなさい。りょうちゃんね、はい、この子はあのクールビューティーキャラです。僕が一番好きなキャ,ラクターキャラクターなんですけども、クールビューティー、ちょっと髪の毛短めで、背が高くて、青い髪でね、すごいかっこいいキャラクターなんですけども、えー、とこの人も一人ぼっちなんですよ。友達少ないんです。なんだけど、そのりょうちゃんは、マイ・ウェイなんですよ。要は 一人でででいたいから一人でいるんです一人人るんすを楽しめるタイプなんだね一人ちゃんは一人コンプレックスなんですよ友達がいっぱい欲しいけど友達ができないりょうちゃんは別に友達いらないから一人でいるっていうねうんすごいね自分があってすごくこうオリジナリティがあって時々すっげえ変なことをしたりねするんだけども、まあ、それがねこのかっこよさとのギャップで。 このキャラクターの魅力を作り出してるんじゃないかなって思います。で、あのこのね、涼ちゃんなんですけども、家がめちゃめちゃお金持ちなんだけど、いつもお金がない。なんでかっていうとギターをめっちゃ買うから。うん。<laughs> で、いつもね、一人ちゃんにお金を借りるんですよ。うん。やっぱね、こうこういう話をしていくと、やっぱりこうキャラクターっていうのはギャップが大事で、なんかかっこいいんだけど変とか。 お金持ちなんだけど貧乏とかうんやっぱそういうのがねすごくしっかりわかるキャラクターなんじゃないかなと思いますりょうちゃんねそして最後キタちゃんです、ね、キタさんでですすねさこのキャラクターはひとりちゃんと全く反対のキャラクターつまりお友達がめちゃめちゃ多くてで SNS 大好きですっごくいい子でうん そう周りからめちゃめちゃ人気のあるもうクラスで一番キラキラしてるキャラクターなんですよなのでいっつもボッチちゃんをめっちゃ優しい子で優しくするんだけどそれがボッチちゃんボッチちゃん一人ちゃんをね傷つけてしまうというこれがまた面白いこの2人のコンビなんですけども歌が上手くてですねあのメインボーカルをやりますはいなのでそのでそこう ひとりちゃんとねいつもこの北さんがいることでうまくバランスが取れて面白いことが起こると、うん、なんかね例えば北ちゃんがね「えー、とあ旅行行こうよみんなで楽しもう」「インスタグラム撮ります」「はい」みたいなのをやるとひとりちゃんは「無理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 ,無理みたいになるね、うん、ここのね4人の,そのひとりちゃんとりょうちゃんとのこうコンビネーション ひとりちゃんとにじかちゃんとのコンビネーションひとりちゃんときたちゃんとのコンビネーションこのそ,のそれぞれのね誰とコンビネーション誰と話すかによってこの面白さが変わるっていうのもこのアニメの魅力なのかなと思います。はいゆうゆうの日本語ポッドキャストさあ えーとですね、次はですね、このボッチザロック面白いポイントを三つにまとめてみましたので、えー、紹介していきたいなと思います。はい、一つ目なんですけどストーリーがいい。うん、日常系なんだけどドラマがあると。で、なんでかっていうとね、このボッチちゃんね、ボッチちゃん一人ちゃんね、一人ちゃんのニックネームはボッチちゃんこれはボッチちゃんにしますね。このボッチちゃんね、友達がいないと。 で中学校の時に、あのー、あるこうテレビ番組を見ていてすごい人気のあるそのバンドがねテレビに出ていてそのバンドのギタリストが「中学校の頃どんな人だったんですか?」って言ってそのねバンドの人が、あのー「友達とか全然いなくて、あのー、一人で飯食ってました」っていうねその 話をしてるわけですよそれをぼっちちゃんは見てこれだとギターが上手くなればいつか有名になってみんなに「すごい!」って言われるって思って中学校中学校中学校3年間毎日8時間ギターの練習をするんですよ。毎日8時間って相当よ例えばさみんなさ3年間毎日 8時間日本語の勉強したら絶対上手になるじゃん。そんなの無理じゃん。だから、ぼっちちゃんめちゃんこギター上手なのね。で、みんな思うわけですよ。そうかと。中学校友達ができなかったと。で、3年間頑張って努力したと。で、高校生になったと。これからぼっちちゃんの ストーリーが始まるんだってみんなに思わせといて高校で一人も友達がいないっていうね気が付いたらまた一人ぼっちっていうねあのこれがね面白いんですよつまりですね何が言いたいかっていうと僕にとっていいアニメっていうのはみんなが分かる壁が必要なんですよ壁っていうとちょっと何て言うのかな あの比喩って言ってて言ねあの例え話になっちゃうんだけどみんなが分かる目標が必要なんですねつまりぼっちちゃんが人気になる人気になるために見てる私たちは応援しながら見なきゃいけないと分かりやすいで逆に分かりにくいアニメっていうのはあの何がしたいのか分からないと主人公の人たちが何を目的にしてるのかが分かんないから分かりにくいアニメになってしまうと。 うん、まあ分かりにくいアニメには分かりにくいアニメの魅力があるんだけどやっぱりね分かりやすいアニメっていうのはややっぱ人気が出すすいですよね、うん、見てる方もすごく楽しく見られる。でえー、っとなんだけどもねそのひとりちゃんのお友達ができないことでそういう目標が分かるとそれプラスこのギターが上手なんだけどバンドで うまく音楽ができなないんんでですねなんでかっていうとそのバンドってさ4人でその息を合わせるまあタイミングを合わせるに近いなでその音楽を作っていかなきゃいけないんだけどいかんせんねぼっちちゃんずーっと一人で練習してきたから一人でギターやるのは上手なんだけどみんなと一緒に音楽を作るのがすごく苦手なんですよ。で それぞれのメンバーもそれぞれの課題があると、うん、だからその4人がいつかこう一緒になればすごいバンドになるとポテンシャルはあるんだけどコンビネーションが悪いみたいなこれもすごくわかりやすいですよね、うん、だからその見てる方はいつこの4人が本当に心から仲良くなって 素晴らしいバンドになるのかっていうのをこうワクワクと待ちながら見ることができると。であのそうなるとすごく真面目な音楽アニメになりがちなんだけどでもメインはそのこの4人の毎日の生活を見ながらコメディー80%真面目20%ぐらいのこのバランスがまたいいですよね。はい、ということでこの流れていくストーリーがすごくいいなっていうのが 1> 1点はいもう1点はですねアニメーションがいい、はいはあのこのね「ぼっち・ザ・ロック」こう皆さんインターネットで調べてもらったら分かると思うんですけど絵自体はねすごいわっきれいっていう絵じゃないんですよ結構ねあのなんだろうシンプルな可愛らしい絵なんですけどもぼっちちゃんがそのパニックモードになってる時に 特別なアニメーションがいいっぱいあるんですようん一つはあの実写つまり本当にリアルの公演の動画を撮って流したりとかあとは他のアニメのパロディあの中にね、えー、とぼっちちゃんがあの「ドラゴンボールのヤムチャン」みたいになるっていうねそういうアニメをこういっぱい知っている人にとってはすごく面白いそういうなんていうのかなあの パロディ系のアニメーションが入ったりとかそういうねその日常系のアニメっておん同じリズムになってつまらなくなりがちなんだけどでもそういう特別なアニメーションを多く入れることですごくね飽きないでそれだけじゃなくて本気のところつまりこ,うこの4人が。 バンドでライブハウスで演奏する時のそのアニメーションが最高ここはその一つ一つの指の動きだったりその顔の表情だったりアングルどこからこうそのバンドを見ているかってそのアングルとかあの光の入れ方とかっていうのもすっごく考えられていてとにかくかっこいい。うん なのでそのコメディ系のちょっとふざけたアニメーションと本気のアニメーションがしっかり作られているうんこれがね見てて僕たちがこう思わずね見続けてしまう理由の一つなんじゃないかなって思います。はい あの特に僕のおすすめはですねえー、とストーリーの真ん中ぐらいだから多分6話とか7話ぐらいだったかなちょっと何話だったか覚えてないんだけどそのライブをやるんですよライブをやる時のこのぼっちちゃんのねこのアニメーションがすごくかっこよくてねあのおすすめですはいそして3つ目最後は音楽がいいこのやっぱり音楽系のそのー アニメってやっぱねアニメと相性がいいんですよ音楽ってうんあのー、すごく昔のアニメだとね「あの軽音」とか、えー「響けユーフォニアム」とかああいうその音楽がメインになってるものって例えばもともとは漫画だったと。で漫画を知ってる人たちからするとやっぱ漫画って音が聞こえないんだよね。 うん、なのでやっぱりこの魅力がなかなか伝わりにくいでもそこに音楽が入ればもうよく言うのがねですよでそれだけじゃなくてこの「ぼっち・ザ・ロック」音楽を作っている人たちがもう本当日本のロックシーンで活躍する有名なプロデューサーが音楽を作っているんですよ。だからもう 音楽自体のレベルももうほんとプロ級のレベルのその人たちがあの演奏をして音楽を作ってそしてすごくいい声優さんが歌を歌ってるからそんなの音楽がさダメなななわわけけいじゃん最高なわけですよただでさえストーリーもいいアニメーションもいいキャラクターもすごく可愛くて面白いのにそれに最高の音楽があったらもうそりゃ最高のアニメになるわな。あ そういういことなんですで、それだけじゃなくてこの何で音楽系のアニメがいいかっていうと僕たち見ている側からすると一人一人の毎日の生活だったりその人のパーソナリティだったりその人の悩んでいること目標それが全部わかるわけなんですよ。 例えばさみんなねそのリアルで好きなバンドとかあるかなねえっ、ー、と「バンポー・ボチキン」が好きとかさ「えー、とラトウィンプス」が好きとかさあのいろんなバンドが好きな人いると思うんですけどメンバー一人一人の顔と名前性格悩んでること好きなこと毎日してること分かんないよね。僕もわかんないよく聞くバンドでも本当にファンじゃないとそこまで 知れないわけですよでもアニメでそれを見るとそれがわかるから同じ音楽を聴くでもこう応援したいっていう気持ちとこうすごいって思う気持ちとその実際に弾いているのはそのアニメのキャラクターじゃないんだけどでもアニメ上ではさアニメキャラクターが動いて音楽を奏でているわけなのでそのすごいなっていう感動がもう2倍3倍にもなると。 うん、だからねやっぱ音楽系のアニメっていいなって思いますけどもなな、うん、なかなかないきき方ができるんだよね、うん、そうみんながそのファンになろうと思って頑張ってこう、ね、そのライブに行ったりとかその人たちが出てる雑誌を買うとかそういうことをしなくてただ普通にアニメを見ているだけでファンにさせられていてでその中でアニメでライブが見れちゃうっていうね。 最高ですよはいあのねぜひぜひあのそういうねアニメを見てから今 Google ミュージックでねあのこのバンドこれ結束バンドっていう名前のバンドなんですけどこの「ボチザ・ロック」の結束バンドのアルバムがね出ていますのでぜひぜひ聴いてもらったらいいかなと思います。やっぱりねねすごく有名な、ね、あの本当に タレント能力才能のあるプロデューサーたちが作ってるもんでいろんなタイプの音楽がねすごく作り込まれていてもう聞くだけでね嬉しい気持ちになったり懐かしい気持ちになったり頑張ろうっていう気持ちになったりうんする音楽がたくさんありますのでこちらのアルバムの方も聞いてもらったらいいかなと思います。はいさあということでですね今回は、えー、僕の大好きなアニメ ゆうゆうオタクバージョンということでね好きなアニメを心から、あのー、話してみましたけどもいかがだったでしょうかこれねぜひこのポッドキャストが YouTube にアップロードされる時には見たよとかさ見てみるよとかそういうコメントを書いてくれると嬉しいなと思いますあのですね実は僕が、あのー、以前 撮ったポッドキャストそして YouTube にもアップロードされているあの「ゆるキャン」っていうアニメを紹介した、えー、YouTube 動画にですねゆうゆうさんのこのポッドキャストを聞いてゆるキャン見てみましためちゃめちゃ面白いしゆうゆうさんのこのポッドキャストが「わかるわかる!」って感じでもう一回聞いてみて面白かったっていうコメントをね読みまして。 あのやっぱすごく嬉しいなと思いました。はい、ボッチザロックもそういうコメントが来ると嬉しいなと思います。 はい最後にお知らせをさせてください「えー、ゆうゆの日本語ポッドキャスト」ではパトレオンやっております、えー、1週間に1度スクリプトがダウンロードできる20ドルのサポートと、えー、リクエストができる、えー、1ヶ月1ドルのサポートがありますそして、えー、とグループレッスンもやっております、えー、土曜日の日本時間の土曜日の朝日曜日の朝に、えー、グループレッスンやっておりますので、えー、興味がある方はぜひぜひ「ゆう,ゆう日本語」「#gmail.com」までお知、えー インンフォメーション欲ししいいいいですっていう連絡をしてくださいはい、そしてこの YouTube チャンネルもありますのでそちらの方の登録もよろしくお願いしますということで引き続き日本語の勉強頑張ってくださいそれじゃあまたねバイバイ